はい、皆さんこんにちは。それではやっていきましょうか。で、前回は途中で終わってしまったんですよね。スザクのお話が終わったところで、野党のいるところですね、ここに襲撃してやられる前にやってしまおうっていうメインストーリーですよね。やっていきましょうか。もういけんのかな。奴らそこそこの数、それにブレイドもいるよ。小細工している時間はない。大丈夫、今の俺たちなら勝てるさ。そう言うと思った。ま、嫌いじゃないけどね。あと、殺すことが目的じゃないから、やりすぎないよう注意ね。敵討ち引き受けたんじゃなかったのかも。方法はいくらでもあるだろ。あんたがそう言うなら了解です。じゃあ行くよ。お前ら武器を置け。町には行かせない。なんだったねえらは。ガキどもが何の用だ。待て、ドライバーにブレイドだと。さてはてめえら町に雇われてどうかな。ち、どうやって俺たちの計画を。まあいい。おいおめえら、ガキどもをぶち殺せ。町への見せしめにするんだ。うわー、ベッタベタですね。これは何の躊躇もなくやってしまえる相手ですね。はい、じゃあやっていきましょうか。待ってよ。こっちが先でいいかな。違う、あ、これでいいか。24、弱いのからやりましょう。ガシャ破壊の剛力。名前がいいね。ブレイク打たないよな、この子な。じゃあ、水。土、風か。じゃあ、風で、俺が締めたらいいのかな。あ、ブレイク。これでダウン。オーケー、いいよいいよ。弾かれるな。で、風にやって、オーケーオーケー、撃って。オーケー、3になったね。もう撃っていいかな。あ、そうか。俺じゃなくてもよかったんだ。風スタートで、あー、土でもいけんのか。じゃあこのままやってもいいね。もっとか。撃った？うん、間に合うかな俺が。これどっち向いてる俺。俺誰やってんだ。俺は誰をやってんだ。死にそうなんだけど、俺が死にそうなんですけど、ちょっと危ない危ない。俺死ぬ。回復。危ね、危なかった。これ弾かれないようにしたいよな。策略のユーピンで、あー、しまった。土で倒しちゃったか。あ、じゃあ俺が火打って、ああ、土でいいんだ。じゃあ待つか。アイテムも回収しないといけないと。で、俺が打って、とどめを刺しましょうか。土でいいよね。いける？あ、終わっちゃった。余裕だったか。なんとか片付いたけど、どうすんのこいつら。
おいでなすったの。そうか、このために知らせに行かせたのか。こいつらを罰するのは俺たちじゃないだろ。試食の手に委ねる賢明な判断ですね。となれば長居は禁物ですね。この人たちのことは軍に任せて退散しましょう。ああ、そうしよう。というわけだからさ、船を盗んだこと多めに見てやってよ。他でもないお前の頼みだ。事情も理解できんことはないが、どうする？なあ、船も無事戻ってきたことだしな。その代わりと言っちゃなんだけどさ、罪滅ぼしも兼ねて紹介でこき使ってくれないかな。あ、こいつらを？まさかアレックス、サルベージャーにしろってか。筋はいいと思うんだ。手先も器用だしな。ね、頼むよ。行く当てもないかわいそうな子供たちだぜ。見捨てたら罰が当たるって。ったく、お前ってやつは。しゃあない、わかった。プニンさんには俺から伝えておくわ。ただし最初のうちは衣食住の世話のみ、給料は一人前になってからだ。だってさ、おせっかいだったかな、レックス。よし、みんな頑張れよ。ユアレックス考えてんね。スペルビア帝国ね。意外と大変な事件。ご主人なんてどこから船に乗るか忘れてそう。10階 ?4 階のゴルドムント飛行甲板で出発と。はい、わかってまーす。やっとだね。ゴーゼンタルコアクリスタル。なんだ？あー、あれか。何か、袋に入ってたやつだよね。あれどうすんだろう。俺がもらってもいいのか？絆トーク。これは見れるの？ここだね。どこ？いらっしゃい。ああ。何？うん。古文書とか歴史書なんだけど、最近入荷したって聞いてね。はあ、お客さんなかなかいい耳を持ってるもん。他の店では手に入らないような珍しい本がいっぱい入荷したもん。へえ、そうなんだ。期待しちゃうよ。ゆっくり見ていくといいもん。きっと満足してもらえるもん。もちろんそのつもりだけどね。どれどれ、品揃えは。へえ、本だけじゃなく石板や巻物もあるのか。お、これはスペルビアの建築の歴史か。こんなものもあるんだ。いいね、これ面白そうだよ。よう、ペララ、頼んでいたものは手に入ったかも。これはこれは、毎度どうも。この間入荷してきたもん。ああ、それそれ、そこのお嬢さんが持ってる本がそうも。すまないもそこの人。それは私が探していた本も渡してくれも。え？いや、これ僕が読むんだけど。いや、悪いな。それは私が先に頼んでいたものだもん。早く渡すも。いやだよ、僕が先に手に取ったんだから。頭の悪い人だもん。それは私のものだと言ってるもん。誰の頭が悪いって？僕が誰だか分かってそんな口を聞いてるの？お前が誰かなんて知らないし、興味もないもん。いいから早く本を渡すもん。まったく聞き分けのないノポンだな。いいよ、本を渡してあげる。まったく、最初から素直にそうするもん。ただし、僕と知恵比べをして勝てたらの話だけどね。ほう、私と知識を競うつもりかも。面白い、返り討ちにしてやるも。それでお題はどうしようか。
公平を期すためそこのドライバーにお題を決めてもらう。アバリティアの歴史だな。なるほど、いいね。早速始めようか。このアバリティアの始祖はノポンの商人だと言われているんだけど、もちろんそのくらい常識も。しかもそのノポンはドライバーだったもん。ではそのノポンのドライバーが自分のブレードを戦いの道具ではなく商売の道具にしたことは知ってるかな？彼は戦争により混乱した時代にブレイドの能力を最大限に利用し、紛争や震災で危険な地域に積極的に赴き、さまざまな交易で富を得たという話も。さらにそのノポンはあのキャプテンノポポンの末裔とも言われている。キャプテンノポポンは全ての雲海をすべ、後のノポン商会を生んだ男と呼ばれているも。そんな偉大な男の末裔だからアバリティア商会を作ったとしても何ら不思議はないよね。へえ、さすがだね。学者を名乗るだけのことはあるよ。いやいや、お前も大したものだもん。この私の話についてこれるものはそうはいないもん。この勝負は引き分けかな。そうもそうも、お互い優劣はつけられない戦いだったもん。それでどちらが本を買ってくれるんだもん？その本はお前に渡すもん。え？お前に読まれるのならその本もきっと喜ぶもん。ありがとう、大事にするよ。また機会があったら熱い戦いがしたいもん。うん、それまでにもっとたくさんの知識を身につけておくよ。じゃあこの本をください。お買い上げありがとう。もん7万ゴールドになるもん。高っ。へえ、意外と安いな。あ、お金持ってないよ。なんでやん。え、終わりなの？どういうことやねん。まあ面白い話が聞けましたね。キャプテンのポポンっていう人がいたと。で、その人の末裔が、名前は出てないけれども、ここの、町会を築き上げたと。いうことで、俺は何をしてたんだっけ？あ、そうだ。スペルビアに行くんだよね、俺。で、甲板に行けと。はい。ああいうので歴史がわかるっていいよね。ということで、やっとスペルビアに行けるんでしょうか。大丈夫？はい、特に何もないよね。意外とすぐに着いたんだな。長かったんだ。帝国首都。これでも狙われてんだよね。お疲れさん。狙われているのに、こんな堂々と言っていいんですかね。開かないか。帝国首都。ここでクエスト、うわ
また飛んでる。ラドンみたいなのが、プテラノドンかな、あれ。飛んでますね。積み荷がなくなる？暇そうなドライバー、依頼を受けろ。港に着いた積み荷は、アルバマーゲンっていう首都なんだ。仮想に運ぶんだけれど、ボルフやスキートが増えていて安全に積み荷を運べないんで、倒せこの野郎っていう、そういうことでしょうかね。じゃあやりましょうか。あんまりサブクエやってないもんね。やりながら進んでいきましょうか。こっちは？こういうのに乗ってさ、旅に出るみたいな、そういうモードも欲しかったよね。ないよね、多分。大海原に出て、それであれじゃない？サルベージしてみたいな、そういう方が面白いよね。で、ランダムにアイテムをゲットできて、深海に潜っていくモードがあって、それ違うゲームになるな。これか。30ってこれやばくないか。これ何匹倒すとかあんの？ 10。 これってさ、狼だけでいいとかはないのかな。これな、根元からやるか、先に。どんな感じだろう。根元からやって、うわぁ、動いてる。あ、出てきた。うわぁ、いっぱい出てきた。あ、ニースか。そんなに出てないのか。すんげえ負けていらした。今のはなんだ？あ、まあ、強くはないね。これでどういう状態になってんだろう。ブレイク。あ、俺これブレイク持ってんだ。俺ブレイク持ってるわ。へぇ。っていうかあれだな。ブレイクよりも、他のを持って、馬がいる。馬がいるよね、今。馬いない、あれ。違う？気のせいか？あの画面の奥に、正面のところに、馬が見えた気がするんだけど、なかなかいいね。これでどうなった？ 2ってどういうこと？あ、でもどっちでもいいのかな？これは？ポニオ。おお、すげえ、ユニコーンだね、これ。シマウマユニコーンだ。おい、ポニオ、来いよ。すんげえ走る。早いな。来ないな、なかなか。なかなか来ないね。ブレイク。あ、これスキル。成長もうできるんじゃない？おお、何か竜巻出した。闇も考えた方がいいのかな。ブレイク打ったのか、ダウン。あ、そうか、土打ってで風で終わりでいいのか。あ、スマッシュダメなんだ。じゃあ、ダウン、じゃあ、ブレイクダウン。なんだっけ。忘れた。忘れたわ。何でしたっけ。ブレイクダウン。あと何個い、スマッシュでいいんだっけ。翼が本当にどうにかなんないかな。
今日はあれだね、ニアが回転率いいな。俺よりも早く、あの死なないんだ、マジで強いな。おかっこいい、かっこいい、ふぅいいよいいよ。でダウンして、あダウンしちゃった。あ今上がった、ライジングだ、ライジング、ライジングの後にスマッシュだから、今誰かライジング打ったよね。ということはニアが持ってるんだ、ニアが持ってんだよね。まあ、というわけでこのクエストは後でやりましょう進んでいこうか。でどうすんだ、登っていけばいいんだよね。これが荷物か、アルマバーゲンね。早くアルバマーゲンかだだこねてますね。パファード止まった、超高級上がった先がアルバマーゲン。テイロの飯はおおむねまずいんだって、カタレッタだけはおすすめ。まずいんだ、これ登れる、どうやって登るんだ、あこれか。新しい街は楽しみだよね。あ結構長いな、どんだけ高いんだこれ、これ落ちたら死ぬね。ニルニー誰お前、観光できた、本当に空気も良くて料理も豊富、本当かよお前、そんなことないですもん、勘違いした。んなんだお前はデタラメか。ここが帝国首都か。血が騒ぐも、花のパワーアップに使えるジャンクパーツを売ってないか探しに行くも。ご主人、どうせなら新品のパーツ買ってほしいですも。もしもし、あなたはトラさんですかも。ご無沙汰しておりますも、ムイムイですも。おっちゃん、トラのことを知ってるのかも。ああ、覚えていただけてないですもん。ムイムイですもん。あなたのおじいさま、先祖博士の助手だったムイムイですもん。それはひどいよ。いえいえとんでもないですもん。あの頃トラさんはまだ幼かったから無理ないですもん。それにご主人の頭の中は花をパワーアップさせることでいっぱいいっぱいだったですもん。なんとこれは人工ブレードじゃないですかも。そうだも、じいちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとにトラが完成させたんだもん。素晴らしいですもん。先祖博士が生きていたらきっと喜ばれたに違いないですもん。むいむい、父ちゃんがどこへ行ったか知らないかも。研究所が襲われたあの日、私はお使いに出ていて、戻ってきたら先祖博士のご遺体を見つけたんですも。
けど、盾蔵博士のお姿はどこにも。そっか、ムイムイも知らないんだもん。がっかりするのですもご主人、きっと会える日が来ますも、根拠は全くないですけども。ああ皆さん、この町に着いたばかりのご様子なのにお引き止めしてしまいましたも。この先に知り合いの宿がありますも、温泉が有名なところで、よければお安く泊まれるように口を聞いておきますも。むいむい、いいやつも。これはまさかのスペルビアで、トラの話が、過去が語られていくんですかね。スペルビアでトラとは思いませんでしたが、あのさっきさ、誰だっけ、あれあれ、これストーリーに絡んでくるんだね。これ適当なこと言ってたやつ観光に来たとか嘘ついてんの。なるほど、これが敵なのか味方なのか何なのか気になる。あ、ムイムイいるじゃん。こんなところで再会できるなんて。ジャルカマロっていう宿屋、ベラフェ工業区、温泉あるんだ、いいね。これはいいな。とまあそんなことをやる前に、何かいいのある？ああ、これはいいですね。はい。これみんないるかな？みんないるね。みんないるな、これ。あ、ガード率、ああ、こっちの方がいいのかな？ 45% はでかいよな。だいぶ違うな。じゃあ、あれだな。これぐらい買っとくか。OK。で、後で、付け替えておきましょう。アクセサリー、最大 HP が 20%。これでかいね。筋力が20。素早さ。刀アタッチメント。あー、これ、いや、まあまあいいか。覚えておいて、必要になったら買いましょう。っていうか、お金がないな。後で、っていうか、録画外で、なんだっけ、サルベージしないとダメだね。で、今のところは何もないかな。という、お、これ何これ、なんだこれ、ん、あ、これアルスなんだ。で、兵器、バルカン砲じゃないわ、これ。何これ、マシンガン？つけて、護衛じゃないわ。警備に当たってるんだ。恐ろしい。で、どこに行けばいいんだ？反対側か。反対側に行きましょうか。工業区。わあ、ここにもいる。怖い。戦うことになるんでしょうか。まあそうならないように祈るばかりですが。はい、イベントある、これない。ムイムイから特別料金で、あ、お金は取るんだね。はあ、極楽だね。本当ですもん、旅の疲れが吹っ飛びますもん。マスモって、あんた風呂入って平気なの？錆びちゃうんじゃない？大丈夫ですもん。花は特殊合金製、錆び知らず、オイルいらずですもん。トラって案外すごいんだね。ご主人は最高の人工ブレード技師ですもん。わあ、ホモラ、
先に入らせてもらってるよ。って光？なんで？なんでってダメかしら。いや、ダメじゃないけど。ナイスバディだな。ありがとう。温泉があるって言ったら、ひかりちゃん絶対に入りたいって言うから。で、入りに来たってわけ。忙しいね、あんたら。そうしてくれると助かる。わかった。じゃあ話さない。悪いね。いいお湯だったね。光、嬉しそうですもん。そりゃ500年ぶりの温泉ですもの。堪能させてもらわなきゃ。いつでも変われんの？ホムラに？もちろん。記憶は共有しているから、どちらでいても不都合はないんです。はあ、便利なもんだね。ねえ、今の音何？わかりません。何やら事件のようですが。気になるな。行ってみよう。あって何？え、いや、光だなって。あの子の方がいい？別にそういうわけじゃ。そう。ねえ、提案があるんだけど。どうしたの？改まって。少しこっちメインでいてもいい？こっちって光でってこと？起きてそんなに経ってないから、私も君もこの力に慣れた方がいいと思う。光ちゃんと相談したんです。光ちゃんの力は強力だけど、反対に屋内や洞窟じゃ使いにくいでしょ。いろんな状況に対応できるようになるのがいいんじゃないかって。もちろん大賛成。俺も君のことをもっとよく知りたいしね。何を急に。私もあの子も基本的には同じだから。そうかな。光の方が当たりがきついんだけど。仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこ。なんで笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムラと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ。辛いことも明日の自分の糧になる。そう考えちゃダメかな。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。あそこじゃない？みたいね。おう、光が使えるようになったんだ。俺はどっちか片方しかできないのかな。レベル4、セイクリッドアローは天空から光の矢を降り注がせる技。
あ、屋根がある場所ではできないんだ。なるほど。光のみなんだ。おー、あ、ちょっと待って。っていうことはさ、これ。あー、ほらほら。やらないといけないんじゃないの。金かかるな、この子たち。金かかるよね。かなり金かかるな。あー、これもっと足らないな、これ。しまったな。調子乗ったな、俺。足らないな。もう2個いるんだったか？あと1個足らないんだ。しまったな。いい気分ですもん。おお、これか。いい使い方を思いついちゃった。本当に？で、他は？僕って言ってるけど女なんだね。知りませんでしたと。いうので、あとはそうですね。武器を、他はない。ここら辺もダメ。違うな。これか。フライヤー、スマッシュだ、スマッシュ。これこっちにするか。うん。で、ジャガー。レベル3だよ。ブレイクだよね。ブレイク。で、ブレイク。あ、ブレイク2つ持ってんだ。これは？あ、ライジング持ってんじゃん。これ誰？シキか。なるほど。ライジング持ってんだね。で、ダウン持ってんだよね。ということは、俺は何を持てばいいんだろうな。まあ、今のところは選択肢は特にないんで、まあ、このまんまでいいか。で、他は？ Y2500、まだまだダメか。あのさ、キャンセルでうんぬんっていうのどれだっけ？もう、覚えたんだっけ？あれ、ないのか？あ、これだ。まだ先なんだ。2500。あ、もうちょっとか。あ、でもこれやらないと覚えないんだね。あ、3000。先に3000取った方がいいよね、これ。あ、スキルを連続してキャンセルそのまんまできるってことは、いいよね。と、まあ、そんなこと言っていないで進みましょうか。まあでも時間的には、ここで一旦止めといた方がいいかな。というわけで今回はこの辺で終了にしたいと思います。お疲れ様でした。